カーミシュリーシリア国内の一シリア鉄道のカーミシュリー駅、カーミシュリーはシリア北東部のトルコ国境にある都市である。ハサカ県の中心都市の一つで、イラク国境へも南へ来るまで1時間ほどと近い。トルコから流れるジャグジャグ川に面する。ジャグジャグ川の水は、ユーフラテス川の支流ハブール川に注いでいる。カーミシュリーの人口はおよそ20万人と推計され、 キリスト教徒が多数派を占める街としてはシリア最大である。また街に住む主な民族はクルド人で他にアッシリア人、アラブ人、西シリア人、アルメニア人などが市内で隣同士に暮らしている。トルコ国境側の街の再便とはもともと一つの街だったが第一次世界大戦でオスマン帝国が解体しトルコ共和国と フランス移民党治領シリアが分かれた際に分断された。1926年にシリアトルコ国境を走ってアレッポとモースルを結ぶバグダード鉄道の駅ができたことでシリア側のカーミシュリーの街が成立した。カーミシュリーの街ができた当初の住民の多くはトルコで起こった弾圧や虐殺により第一次世界大戦後にシリア領内に逃げてきたアッシリア人、クルド人、 アルメニア人でアッシリア人人口は現在3万人を数える。毎年12月には大きなクリスマスパレードも行われる。現在はアレッポからカーミシュリーへはトルコ国境沿いのバグダード鉄道とユーフラティス川沿いの新しい鉄道の2本が走る。1970年代にソ連の技術、資金援助でできた新しい鉄道は長さ7 5 0トルで 地中海の港、ラタキアからアレッポを通るユーフラテス川沿いをデリゾールまで進んでハサカを経て、カーミシュリーの油田地帯に至り、バグダード鉄道に接続する。また、道路のほかカーミシュリー空港があり、国際線も発着する。周囲は国葬地帯であり、主産業は農業。また、カーミシュリーの東 80km のカラーシク地区で、油田が発見されたことにより、 近年は局地的な石油景気が起こっている。カーミシュリー一帯はアッシリア人のほかクルド人が多く、クルディスタンの一角をなす。イラク戦争後、クルド人をめぐる国際情勢が変化して民族意識の高揚が見られる。2004年3月にカーミシュリーとデリゾールのサッカークラブが対戦した際にカーミシュリーのクルド人サポーターとデリゾールの アラブ人サポーターが衝突した。この衝突に対して警察が無差別に発砲し、クルド人側に死傷者を出したことに反発し、シリア全土のクルド系住民が抗議活動を展開。最終的に43人が殺害され多くの逮捕者を出す事態となった。2012年7月、ロジャバ革命により、アサド政権はカーミシュリーの統治能力を失い、以降は、 ロジャバ自治政府の事実上の首都として機能している。ありがとうございます。